い、よろしくお願いします。今回は高校数学数 B の調和数列についてお送りします。で、前回までシリーズでねやってたんですが、まあ一本これ調和数列やってまた戻ります、次回からね。で、今回ポイントあるんですが、問題がそこにはないので、下の演習にもできそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって分かんないのがあれば、今からね両方解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まずポイントの説明からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあね、調和数列やっていきましょう。で、実はですね、自分が現役の時、まあもうね十何年も前の話ですけど、やった覚えがないんです、これ。やったのかな、わかんないんですけど。なので、まあ、今回ね、動画用に勉強して今撮ってる形にはなるんですが、調和数列何かっていうと、各項の逆数を項とする数列。つまり、調和数列の一般項が an だったら、それをひっくり返した an プラス1です。ひっくり返した逆数ね。それが、等差数列になるときに、その an、まあ元々のやつを調和数列っていう。いいかな。ひっくり返したものが等差数列になればいいんです。で、まず覚えてください。それが調和数列なんですけど。で、例えば1番ね、こう、1、3分、今並んでますけど、これが今調和数列だと。で、その時に xy の値と一般項を求めたいのね。で、実際、これまあ調和数列、まあ an だと思ってください。で、このままだと勝負ができないので、等差数列になってないからさ。だから、これをひっくり返します、まず。つまり、1番。これ an だとすると、ひっくり返すので、an 分の1。で、ひっくり返す。1はね、ひっくり返しても1なんで1でしょ。で、次、3分の1は1分の3だから3。5分の1は1分の5で5。x はひっくり返すと x 分の1。で、y も同じく y 分の1と。まあ、こうなります。で、これが等差数列になるんです。調和数列はね、ひっくり返したら等差になると。で、見てみると、まあ、ここでね、2ずつ増えてるのがわかるじゃないですか。だから、次は7だよね。で、次は9って予想がつくので、まず、x と y の解き方は、あ、x 分の1、7じゃん。7だったらいいじゃん。ってことで、これ、両辺、ひっくり返します。そうすると、x イコール、7分の1と。これで終了ね。で、y も同じように、y 分の1、そこが9になればいいから、両辺ひっくり返して、y イコール9分の1で、OK ですね、と。で、あと一般項は、まずこれ求めに行きます。an、an 分の1のまんま。そうすると、an 分の1イコール、初項1、項差2がね、2ずつ増えるから。で、求めると、ちょっと一応書こうか。初項が1。で、交差が2だから、a プラス、カッコ n マイナス、ちょ、書くかね。a、1プラス、カッコ n マイナス1かける交差の2なので、2n マイナス1になります。これ、これのね、やつ。つまり、これの一般項が 2n マイナス1だと分かりました。で、求めたいのは、調和数列の一般項、つまり an ね、を求めたいので、最後ひっくり返します、これも。で、ひっくり返すと、an イコール、これまとめてひっくり返すだけなので、2n マイナス1が分母に来る。で、分子が1。つまり、2n マイナス1分の1、ギリギリかな。これで、OK。いう感じになります。これが調和数列の解き方ですね。で、次が、第3項が2分の1。第9項が5分の1であるような調和数列。an の一般項を求めようと。つまり、まあ、これが調和数列の項になってるんですけど、で、さっきの前の問題と同じように、このままだとちょっと勝負ができないのね。できないから、ひっくり返します。で、ひっくり返すと、まあ、今回はね、まあ、項が2つまた分かってるので、ひっくり返した an、an 分の1か。これの、一応書くわね。じゃあ初項。これのね、ひっくり返したものの初項を a。で、
交差をまあ D としますと。すると、3項がって言ってるので、第3項。で、これはね、ここの、書いてなかった。A プラス、N マイナス 1D で、よく使う、まあ、この公式ですわ。これに3項だから、N に3代入すると、A プラス 2D でしょ。で、それが2分の1っていきたいんですけど、これまずひっくり返します。全部ひっくり返してるから、今、話が。なので、2分の1をひっくり返して、これが2になる。まずね。で、もう一個。第9項が5分の1。N に9を入れると、A プラス 8D。ひっくり返すから5になります。で、こうやってね。まあ、前回の動画とかでもやりましたけど、連立を解くと。で、引き算すると、マイナス 6D、マイナス3。つまり、D は2分の1と分かります。で、上のが楽かな。ここの D に2分の1入れると、2×2 分の1で1です。こっち持ってくればマイナス1なので、暗算でごめんね。A イコール1となりました。で、初項、交差、両方出たので一般項出します。ただし、今は AN 分の1の話をしてるので、AN 分の1イコール、あと公式戻しますね。初項プラス、N-1 かける2分の1と。で、これを展開してまとめると、2分の 1N。プラス2分の1か。で、こうなります。これ入るかな？いや、答え上に書けばいいか。で、これね、このままでもいけるんですけど、分母2分ので共通してるので、2分のでまとめます。そうするとね、2分の N プラス1となる。これが、AN 分の1の一般項。で、結局、AN、元々のね、調和数列の一般項出したいから、こっちと同じです。最後、ひっくり返します。これを。で、ひっくり返すと、AN イコール、まあこれね、ひっくり返すだけなので、N プラス1分の2と。これで、終了となります。まあ、ひっくり返したりひっくり返したりってね、繰り返しやりましたが、まあ、こんな感じで調和数列ですね。ぜひ解いてみてください。では、今回は高校数学数 B の調和数列についてお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回から、もう一回ね、タイトル戻って、丸4かな。で、そこから等差数列の和の方の計算を始めていきますので、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。